そう、別にね、移動中考えてるっていうか、別にそういうキャラでもないんですけど、まあ、水沼君たちの人がね、そういうの振ってくるんで、なんとか期待に応えないとっていう思いで考えてるっていうのもうストップして、それを出してるみたいな。なるほど、なるほど。今までな、そういうのを蓄積した状態があるのを、はい、お前はちょっとなんちゃったって話してるんですよ。そうですね。見たいです。え、見たいですか？それはやめてください。いや、拍手じゃない。拍手は違う。拍手は違う。それはちょっとまたの機会で、確かにお願いします。お願いします。すいません。はい、大丈夫ですか？じゃあ他の質問入ったらすぐ、もう目がもう鋭いですから。もう行ったら、みんな私服なんで、と思ったら、衣装みたいなね、バスローブ1枚ポンってかけられてて、これ誰が着るんですか？ガミアイ選手です。いや、全然違う。もう、大丈夫でした、本当に。素敵でした。良かったです、そう言ってもらえて。これ、ミヤシ選手の校長は FC いらないですね。いや、でも、後日談なんですけど、もうあれは本当に散々いじられて、ひどかったですね、ちょっと。ひどかったって言っちゃダメだ。そういうキャラで良かったです。いや、もう本当にもう皆さんからね、もう盛り上げてくれるんで、はい、ありがたいです。他の質問。じゃあ、隣の方。阿部ゆり。
ちゃ速いよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、めちゃくちゃ足速いから。この中結構しよう。ちなみに、中学ってどのぐらいですか？中学の時は、僕のなんとかだったと思うんですけど、まあ、もう中学校でも一番足速かったですね。そう、いや、もちろんそうだけど、で、高校はどのぐらいだったんですか？そう、まあ、一応、手動とかでは5秒も足とか、そういう感じでしたね。で、今、プロになってから、もう大体変わらないですね、5秒。そうですね、まあ、最近は、その、なんていうんですか、秒数というよりも、GPS を、はいはいはい、みんなあの背中につけて、自動をやってるんですけど、うん、まあ、最高出た時、37.8 が出ましたね。37.8 時速 37.8 キロ、うん、はい、まあ、だから、原付と同じぐらいって覚えてると思います。はい、原付兄ちゃんだよ。でもまあ、この時でも5秒走ったか、5秒走ってちょっと尋常だけどね。いやいや、5秒走った。大丈夫？大丈夫？出だしてね。はい、他。はい、参ります。両グッズを皆さん持っていただいて、ありがとうございます。はい、はい、おお、はい、そうですね、まあ、本当に僕も両膝やってまして、両膝前十字じん帯、そうですね、両膝前十字じん帯、右巨筋じん帯、まあ、いろいろあるんですけど、もうほぼ僕の下半身はサイボーグになりつつあるんですけど、まあでも本当に落ち込むときはもう本当に落ち込みましたし、まあ、ただ最終的に落ち込むところまで落ち込んで、あの、まあ、でも結局もうポジティブにいかないとなっていうことになるので、まあ、ただ本当に自分一人の力では乗り越えられなかった気があったと思いますし、本当周りの支えがあると、それこそ、ね、インスタとかでもメッセージくれる方もいますし、まあそういう方々も本当に感謝していますし、まあ、だから、ね、あの友達の、ね、人もその周りに支えてくれる方がきっといると思うので、まあそういう方々の力を借りながら乗り越えていってほしいなと思います。ちなみに簡単に全軍人体両方やってますけども、一つの全軍人体やると約1年間棒に振っちゃうんですね。ということは両足振るのは2年間棒に振ってるんですよね。そうですね、やっぱ2年ね、はい、他の部位含めたら、まあ、誇れることでは決してないんですけど、まあでもそうですね、まあ、こうしてまた現役を続けられてるので、そこは本当に感謝してます、はい、ね、だからその都度入ったりしてますからね、はい、ありがとうございます。お会いします。じゃあ後半まだ出てきますね。0歳か。かわいいね。
ですかね。あの講師とも仲良くさせていただいて、うん、それこそ自分がプレミアリーグで19歳でプレーしていた頃に、うん、まあ彼が何十歳になることでプレーしていて、うん、本当にいろいろお世話になりましたし、まあ、その時から仲間なので、すごい尊敬してます。新宿香川ね。そうですね。新宿香川。香川選手と同い年です。おお、そうなんですね。もうそろそろあれ時間なんで次の質問を最後に。あ、じゃあまだ2時間ぐらい喋れちゃいますねこれ。